キンプリファンが分裂。疑問符飛べ介入脱退メンバーによる裏切りと続く論争。人気グループ、キングピンスから3人のメンバーが脱退し、新たなグループ、ナンバーアイを立ち上げたことにより、ファンの間で論争が巻き起こっています。この出来事が連会談、連解談 と呼ばれる現在のグループのファンたちを二分する結果となり、一部は裏切りと非難し、他の一部はどちらも応援したいと語っています。本記事ではこの状況について詳しく掘り下げ、ファンコミュニティ内での対立に焦点を当てます。キングピンスのファンコミュニティは最近大きな騒動に巻き込まれました。岸優太さん。 28歳、平野紫陽さん、26歳、神宮寺優太さん、25歳、といった3人のメンバーがグループから脱退し、驚くべき一手を打つことになったのです。脱退メンバーは、滝沢秀明さんが設立した、とべ、という事務所に介入し、新しい3人組グループ、ナンバーアイ、を結成しました。15日、 この重大な発表が飛べの公式 YouTube チャンネルを通じて行われました。この発表を受け、ファンコミュニティ内で波紋が広がりました。一部のファンは新たなグループの立ち上げを裏切りと捉え、それに怒りや失望を表明しました。特に、長瀬恋さん、24歳、と橋海人さん、24歳、 応援している、レンカイタンと呼ばれるファンたちは、脱退メンバーの行動を心よく思わないようです。ネット上では、レンカイタンかわいそう、裏切り、マジで耐えられない、といったネガティブなコメントが飛び交っており、ファン同士の緊張が高まっています。一方で、脱退メンバーを支持するファンも存在し、彼らが選んだ新たな道を応援する姿勢を示しています。彼らは、 トベが悪者になっている追不愉快なんだけど、なんで三人の選んだ道素直に応援できないのかなとトベに対する非難を受け入れられない立場を表明しています。さらに、なんで裏切りなんていう言葉が簡単に出てくるの、どちらも応援したい、と異論を唱え、ファンコミュニティ内での論争を和らげようとしています。 この論争は現在も続いており、ファン動士の対立が続いています。キンプリファンは、この分裂が修復不可能な状態に至ることを望んでいないでしょう。メンバーとファンとの絆は長い間築かれてきましたが、今回の出来事によりその絆に亀裂が入りつつあります。 この論争の背後には、アイドルグループとそのメンバーの熱狂的な愛情と忠誠心があることを考えると理解できます。ファンはグループの成功やメンバーの幸福を願っており、時には自分たちの感情が高ぶってしまうこともあるでしょう。しかし、この状況はファンコミュニティ内での協力と理解が必要であることも示唆しています。キングピンス。 ファンコミュニティの現在の論争は、アイドルグループとそのメンバーに対する情熱と忠誠心が衝突する典型的な例と言えます。脱退メンバーが新しいグループを結成し、ファンたちを分裂させたことで、感情は高ぶり、意見は割れています。一部のファンは、連会談として長瀬廉さんと橋海人さんを支持し、脱退メンバーの行動を非難しています。 一方で、脱退メンバーを応援するファンも存在し、双方のファンが熱い議論を繰り広げています。この論争は、ファンコミュニティ内での緊張を高める一方で、ファンたちにとっては重要なテーマでもあります。アイドルグループとのつながりは特別で、その関係が揺らいでしまうことは多くのファンにとって深刻な問題です。将来的には、 この分裂を乗り越えて、感動詞が再び一つになる日が訪れることを願ってやみません。